松セカンドです。やば、サングラスの跡がついてる。なんかやだ。はい。で、今トンデムーンのね中にあるカカオフレンズショップに来てます。せっかくなんでちょっと中撮りたいと思います。やばい、カカオフレンズだ。めっちゃ可愛い。これしかもカカオフレンズの子供版ですね。全員子供。やばい、鼻水垂らしてる。めっちゃ可愛いですね。はい、こんな感じですね。うわ、これライアンかなんかわかんないけど顔が違う。あ、こっちもいろいろ。あ、かわいいかわいい。あ、やばい、これ3つセットで売ってるのか。でもこの3人やだな。あ、全部この3人のセットか。なんでこの3人なの。ライアンとネオはいいけどこの人あ、他のセットもあるのか。お値段ミニ人形セットで1万2000ウォンか、約1200円。こういう子供のカカオフレンズの人形も売ってます。あ、遊んでる、かわいい。お人形もいろいろあります。で、こっちか。え、かわいい、ライアン。ライアンめっちゃかわいい。こんな風にスリッパが置いてある。女子高生の方が撮ってる、かわいい。あ、こんな風にして撮るんだ。はい、ここ人形ですね。かわいいな、またこれ。あ、このなんか抱き枕的なのもある。やば、こっちはカップですね。うわー、かわいい。あ、コップ置きもある。いいですね。あ、服とかもありますね。バッグもあるのか。そしてこっちは何だろう、バスタオルとかエプロン、スリッパもあります。かわいい。どうしよう、全部欲しくなるわ。はい、でまだまだお店の中続きます。こんな感じですね。あ、この辺はマウスパッドとか、あと下敷きかな、こっちの左。あ、マウス、こっちもマウスパッド。え、わかんないや。こういう風なノートブック、ファイルとかもいろいろ売ってますね。こっちはこんなレターセットですね。かわいい。こっちなんかでっかいのがある。なんだろう、わ、絵がかわいい。これノートめっちゃかわいい、これ子供のカカオフレンズ。そしてこっちにはねシールもあります。こんな感じで。なんかこれシールもまたかわいいわ。こんなすごい、全部かわいい。カカオフレンズのペンもありますね。こんな感じでかわいい種類もいろいろある。こっちは携帯のケースとか、あれこれなんだろう、あ、後ろにつけてやるやつか。で、携帯ケースもこんな感じですね。いろいろある。あ、かわいい、めっちゃかわいい。これも携帯ケースか。輸入の形してる。これもかわいい。ポーチ、ポーチ、これポーチすごいかわいい。ね、全部買いたくなる。あ、こっちにもポーチある。ライアンとかムジ、アピーチ、この顔だけのやつもありますね。形の違うポーチもあります。で、こっちはカード入れか、首にぶら下げるやつ。これなんだろう。あ、ミラーですね。こっちカカオフレンズのお菓子売ってます。こんなカカオフレンズの缶にこのクッキーがね入ってるそうですね。こっちはなんだろう、あ、紅茶だ、紅茶のセット。あ、これも小さいね、袋に分けられたクッキーですね。ここもある。あ、これ私前セカンドチャンネルで紹介したこのカカオフレンズのチョコレート、めっちゃ可愛くないですか。私の YouTube のセカンドチャンネルで紹介しました。こんな風にねチョコボールが入ったやつもあります。あとなんかこういう小さいジェリービーンの入ったやつとか。あ、上にもなんかあるミルクチョコレートのセットですね。こっちは旅行グッズかな、スーツケースとかもあります。こんなバッグとか、かわいい。ネオと一緒に旅行行ってますね。このバッグがかわいい。バッグ、これチョコって出てる。こんなんだ。これもすごいかわいい。ドライヤーもいますね。めっちゃかわいいな、これも。はい、私もせっかくなんで少し買いました。なんかこれ袋もかわいいわ。よかったらね、トンデムーン来た方カカオフレンズショップ来てみてください。まあ、カカオフレンズショップは韓国のあちこちにあるんでね、よかったら行ってみてください。以上、カカオフレンズショップでした。